皆さん、こんにちは。芸能緊急サプライズチャンネルです。藤井聡太新規制の一見的強さを佐藤天彦九段がこのように表現。衝撃的内容が。では、早速行ってみましょう。6月8日より、藤井聡太七段と渡辺明三冠の規制戦五番勝負が始まり、第1局、第2局を経て、第4局にて、渡辺三冠に藤井聡太七段が 4月16日に勝利し、棋聖戦のタイトルを奪取、最年少タイトル保持者となった。そして、この棋聖戦、五番勝負の第一局、第二局について、佐藤天彦九段がこのように話した。第一局を佐藤九段は、若手ながら、すでに円熟にを感じさせる一局だったと思いますと話した。というのも、 藤井さん側から見ると、や、形勢が良くない流れで、彼にとっては予想外の進行という局面だったんです。補助部の別れ目は101手目で、87強という手を指したことだったと思いますね。そして、着実な対応をしていき、再び形勢を取り戻したんです。形勢を取り戻したときには、残り時間も少なかったんですが、そんな中でも、冷静に先入観に問われない対応をするのは、 さすがだと思いましたね。予定外の進行の中でも、ちゃんとリカバリーできています。そして、佐藤九第二局は、まさに圧勝でしたね、と話しました。記車を王様の頭に回して、王様の近くでの接近戦を誘発するほどの予備の精度に自信がないとさせない形も指しており、それは前をもって知っていても、多くの棋士は選ばない。 実戦の藤井さんの指し回しも先入観にとらわれず彼の読みの裏付けがあって指し手を重ねていったというのが顕著でした渡辺明元三冠との規制戦を経て最年少のタイトルホルダーとなった藤井新規制の強さを二次元と形容する人もいますがその秘密は何だったんでしょうかと尋ねると佐藤九段はこのように答えた 圧倒的な計算力でしょうとこつと続き。よくプロ騎士は何てくらい先を読むんですかと聞かれますが、プロ同士の戦いでは微妙な均衡を保ったまま、暗闇を手探りへ進むような難解な局面が続きますから、先を読むって言っても詰め将棋とは違う大変さがあるんですね。なのに、藤井さんの場合は、プロ同士の難解な局面においても、じゅって、 二十手先まででで読んんいるる感じがするんです。将棋の歴史の中でもこれだけ先を読める人がいたのかなと思うぐらいです。算数の計算に例えれば他の棋士が計算力を駆使して240ぐらいだと微妙で計算値を割り出すのに藤井さんだけは241.51だみたいに小数点第2位くらいまできっちり答えてくるようなアバウターなところがほぼない印象なんです。 ここからは私の感想なんですが、強さが異次元であると称賛されるのは棋士よりに尽きると思います。永久騎士が手間出しに褒めたたえるのは、まさに天才が現れたことを物語っているからではないでしょうか。見えてる世界や風景が一人だけ違うようですし、最年少でタイトルも獲得しましたが、いまだに高校生なのです。あまりにも背負うと恐ろしい。今後も対局を楽しみにしております。 以上となります。いかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめましたら、評価とチャンネル登録で応援してください。よかったらよろしくお願いします。また、説明欄記載の内容も忘れずにご確認ください。